まあ、えーとまあ、怖いというか、うん、なんか変なやつに絡まれたっていう話になります。ほうほうまああのまあ,あのもともと生まれた場所がああいうところではい。まあ、祭りをしましてまあ、いろいろあって今あの、帰ってきてるんですけれども。はい。まあ、駅の ちょっと遠くまで行く仕事の用事ができたんですね。はい、で、えー、とその時にですね僕の乗っている電車の方に、うん、お坊さんの方々がねそのまま総意を着たような状態でザラザラっとこう乗ってこられまして、うん、なんかこう相席みたいな状態になったんですよ。うん、でなんかすごくこう チラチラチラっとこ,うこっちの方を見てくるんですね。はいはい。ね、まあ失礼なやつらだなぁと思いながら乗ってたんですけれど、うん、でもその中でなんか偉い人、ちょっと年のいかれた王様の方が近づいてこられまして、うんはい、あの、すいません、なんで生きてるんですかって <laughs> 言われたんですよ。 失礼に程があるだろうと思って <laughs> なんかなまあもう,もう、うん、失礼というレベルではないでしょうね <laughs> でその方が言うにはあの <laughs> 最初見た時はい 僕あの蒸気機関車の煙レベルで、うん、白いもやに包まれてたらしくて、はい、人間だと思わなかったって言われたんですよ。その白いもやが強すぎて中に人間が入ってると思ってな,思ってなかったっていうは、はあ、<laughs> そんなことをいきなり言われまして。はい であの多分あの状態としては安定されてるのでおそ、うん、らくあの待つ <laughs>、ま、って沈めてらっしゃるんでしょうけど、うん、あのとんでもないそのもし神様じゃなかったらやばいの、うん <laughs> ついてますよっていうふうに言われまして、うん、なんか電車の中で坊さんにこんな絡まれ方することあるかっていう危うん、<laughs> な体験怖い話怖い話じゃないのかなどんなんでしょうまあちょっとびっくりしますよね <laughs> なんかね全身からこう白いもやが出てるらしいです あとあの、うん、ふとそのお人形さん見て思ったんですけどはいはいあの幸子さんにしましょういやいいですいいですいや名前をあの勝手につけないでください <laughs> 勝手に <laughs> 勝手に名前をつけないでくださいあポッターの名前が浮かんだんで幸子さんにしましょういやいやいや勝手に名前をつけないでください <laughs> 勝手に勝手にやめてください。どうですかあの,あの中に収納スペースあったりしませんないです。ないですかうん。<laughs> <laughs> 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 いやヤダンさんのポジショニングがだんだんと固まってきましたね。ねえ。あんまりねエンジン吹かしすぎるとねただのきめえやつになっちゃいますんでちょっとお気をつけいただければなと思いますけど <laughs>、ね、あんまりエンジン吹かさないでくださいね。<laughs> 法定速度で <laughs> <laughs> いたまにねた,たまにねあの一般道を普通に1 0 0ぐらいで走ってくる人いますから親 <laughs> やだん、ね、ちょっと飛ばし気味ですけど <laughs> あそういえばあの僕はあのえっ、ー、とキーホルダーのぬいぐるみの写真を送ったじゃないですかはい一応あの今回えっ、ー、と2つの人形に、はい、いわゆる身代わりになっていただいて はい、そのうちの一つを一応写真で送らさせてもらったんですね。ああほうはい。はいこれが多分あのえっ、ー、と今後どこかに出回ります。ん出回るああそういうことね。ああごめんねちんぷんかんぷんな方は申し訳ないですねちょっとあの <laughs>。 過去動画がまだちょっと上がってないので <laughs> メンバーの方は聞いてる、ねまあ、あの当時あの時聞いてた人はかるかもしれないですけど今日初めて聞いたとかあの経緯わからない人多分ちんぷんかんぷんだと思いますけどあの、まあ、それは動画を待ってください。あらえっ、ー、とこれ,これ出してこれ出していいか出していいんですかこれあ。別に大丈夫ですよあのこ,<の>こっちはめちゃくちゃ懐かしいですけどねこれね。 そうそうそう,そう僕結構この子好きでずっと思ってたんですけど <laughs>、うん、これがちょっとね身代わりに身代わりの一つとして、はい、あの近畿圏内に出ることになりますのではあ、はあ、皆さん可愛がってください <laughs> はい。<laughs> 僕は元キ気キじゃないんでね大丈夫だと思いますけどね <laughs> あそうまあもう一つの方はちょっとね血がついちゃったりしたのでそっちの方はちょっと出せない <laughs> 写真は撮ってるんですかですあ写真はありますありますあじゃあ全然送ってもらっても大丈夫ですよあ大丈夫ですかあの出さなければ あの、あ<ー> YouTube、まあ、配信とかちばんなんで、<laughs> 配信には出せないですけど、<laughs> ぼ僕が見る分には全然。ね。はい、うん、じゃあ、ちょっと、本丸の方、これにも一応爪が入ってるんで。うん<ー>。はい。パワーバフガールズですね、これ。そうです、そうです。なんか昔からなんか好きでね。<laughs> この緑の子が妙に惹かれると言いますか、はい、ずっと思ってたんですけれど、うん、そとうとうこの子に白羽の矢が当たったかとまああのとりあえずまたとりあえずね29も24時間でもなんかとすごいの持ってくるって言ってたんで。 とりあえず村で起こったことなんかぽつぽつ喋ろうかなーとは思ってますね。今なんか放送来てトツシエさんいないなーと思って、はいまあ、とりあえずなんか軽いジャブで坊さんの話でもするかと思って来たんですけれど。いやそのお坊さんにはな何かしら話したんですかえっとね若い人はもう怖がって近づいてこなくて。 うん、その年取った人は、あのー、まあ、その、なんていうんですかね、祭り立てるレベルのものがついてるから、はい、さすがに、もう、連れていくことはできないし、なんで生きてんのっていう。<laughs> めっちゃ失礼な一言をもらってそんな聞き方するんかな <laughs> ねえ,え何か、何も話さなかったんですかそれ以上はいや実はみたいな僕こうこう<や>こういうのでしてっていう特に他人ですしねい,きなりいや俺,俺も他人やん <laughs> あとそんなのが見えるような人だったらちょっとなんか聞いてみたくないんですか え逆に、あのー、僕は、あのー、何て言うんですか、昔っから、その信じてる神様のことなので、はい、いわゆる、こう、身内というか、家族と言いますか、うん、その、可愛らしい神様っていう印象なんですよ。 それを他人が言うことで意識が曲がっちゃうと、うん、あの人の意識で曲がっちゃうことってあるんですよね。まあ言うたら流されるっていうことですよね。そそ例えばあの可愛らしいいたずらしかしなかった幽霊が、まあ、おひれえひれがついて。うん なんか悪さをするようになっちゃったりとか別のその子の名を借りてねまあ別の悪い何かが来ちゃったりとか、はい、そういうこともよく聞きますのでねうん,うんまあ、まあ、でもあの「小指は落とした方がいい」って言われましたね <laughs> 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 あの本当にもう友達には右手打ってくれって言われて坊さんには何で死んでないの小指輪落とした方がいいよって言われても何な,なんだこれっていうまあでも何な,なんだこれっていうところで生きてきたわけですからね, <laughs> ね<え> <laughs> まあねちょっと何かしら もっとね小出しにしていきながら小出しにして小出しにして最終的にあ全部喋っちゃってるわって状態までちょっと喋っていただきたいですね <laughs> <laughs>、うん、で最終的に僕がその場所を特定するっていう <laughs> <laughs> 一緒に罪を犯されるに行きますか <laughs> いや僕はもう逃げ回りますんでうるせえって言いますから <laughs> 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 死に物狂いで映像を撮りますからちゃんと。 サイレンの冒頭みたいになるんじゃないですかね。そう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 。多分そうなりますよね。サイレンの島なサイレンの場所なんじゃねえかなって思いますけどね。<laughs> <laughs> SDK いるんじゃねえのかな。<laughs> ちょっといつかね、あの突き止めてやろうと思ってますけどね。あのの今日これって僕最初一人ですかもちろん。あいやー、ね。 これでちょっと皆さん緊張をほぐれてどんどん言ってくださったらなありがとうございますまたま,またあのそっちそっちの話じゃなくてもねべ別の話でもいいんで全然よろしくお願いいたしますはい、はいはい、ね信じ信じてるっていうのは うーん信じてるのかな何が霊とか、神様とか。なん、何の話<あ> <laughs> ほら、あの、<ん>いわゆる、<laughs> なんていうか、あな、なんていうんですかね、<ん>あの、懐疑的。うん いやいや、これは偶然が重なっただけだよ、とか、あるじゃないですか。はいはい、人間ってやっぱり、あの、何て言うんですかね、訳わ,わかんないことが起こったときに、それを例として片付けるか、うんうん、あの、何て言うんですかね、科学的にこう、光の反射だよ、とか、残響だよ、みたいな、はい こう、なんて言うんですかね。なるべく例じゃない方向で結びつけるというか。はい。いや、信じてないんですけど、みたいな。はい。あるじゃないですか。はい。で僕も、そんなに信じてないんですよ。はい。でも、あの、 国郷の神様は別枠なんですよねはいはい不思議だと思いませんっとごめんごめん今の結婚 <laughs> の話はどういう脈絡から始まったんですか <laughs> いやあの,あの基本会議派じゃないですかはい <laughs> あのまあまあそういう話もあるのかなみたいな感じで聞いてらっしゃって、うん、<laughs> まあ自分はあのその体験をあまり何て言うんですかねあのなんとなくそ,んそのせいでこう悪いことがあったような気がするぐらいのこう <laughs> 感じで話されてるじゃないですか。 ほかの方々ってことですよねあの,あのう,どすう,うどさすでしたっけはい。あの行かれた後にあとに体調が悪くなったとか。行ったあとに体調が悪くなってないですよ。あ、体調悪くなった。あなうん、なんか悪い方がお答えでしたっけでは。 うん <laughs> <laughs> とそうねそれで話すとまたちょっとあれなんだけどあのまあウトサツって帰ってきた直後に起こったのは悲しりですよ <laughs>、うん、生まれて初めて悲しシりなんてなんだってあんなとこ行ったからかなってだ嘘だウトサツ以外にも阿蘇観光ホテルっていうとこと、えーええ、ウえサツと、えー、天草パールラインっていうこの3軒ちょっと向こうの方では結構有名なところもう3つドンってその日に行っちゃったんで。 で帰ってきたのも朝方だったからもう疲れ果てて多分悲しまれになったんだろうなぐらいにしか,覚えてなか思ってなかったんですよ別に何か起こったわけでもないですしその時に。あ<ー>うん、でそれでそれまたもう一夜明けて寝てる時に夢見始めたんですよね。で夢見始めてそこからこんなこんなあってこの話を配信上で。 ある程度まとめて喋った次の日にえー、っと高熱出すしぎっくり腰になるし車にひかれかけて肩脱臼するっていうこの3つがあったからもうこれはさすがにやばいと思ってその土地から離れたんですよね。ああ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 そうそうそ,うその <laughs> えっとうん埼玉に<ー>その時埼玉にいたんですけど鴻巣にいたんですけど。 で、そこから東京に引っ越してきたんですよね。ね、うん、ニューベラスさん、話がギュインって鋭角に逸れていくって、あの、僕はあの、話が、なんて言うんですかね。本当に、あさっての方向に飛んでいく人間です <laughs> 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 え。今も飛んだよ。 <laughs> ね、ちょっと待って。俺なんで今、その経緯を話したのに、なんで今、なんで、なんで、え、なんで、なんで今お俺、俺が今うそう、喋ったのに、<laughs> なんで今、自分の話をしたのなん <laughs> 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 で、どうしたの <laughs> いや、ね、なんか、今、ちょっと、なんでです <laughs> トランスしてんですよね。何が精神が。今そう。寝ろ <laughs> 寝ろよ <laughs> 自覚があるなら寝るんだよ <laughs> <laughs> お眠にしなさい、もう。<お>メンテナンスだ、今日ニコニコ、今日ニコニコメンテナンスだから自分もメンテナンスしてください、アンさんも。<laughs> メンテナンス必要ですよ。 <laughs> いね、怖い話、とつまちでこんなね、よくわからんおっさんとつしてきて、一番目、恐ろしいですよね、<laughs> それもね。大丈夫です、もう8年間こんなことずっとやってきましたから、<laughs> 全然、まだまだ楽な方です。<laughs> <laughs> 全然楽な方です。まあまあ、次が、次来る人のハードルを下げたってことで。 <laughs> てめえで枠開けよ <laughs> もう <laughs> <laughs> そんなに喋りたいんだったら <laughs> 違いますよ知るのが楽しいんじゃないですかそうなんですねねええー、あなたさん話うまいですから、まあ、別に全然うまくないですよこう,こういう人が来た時にのあしらい方が若干うまいだけですよ <laughs> <laughs> う慣れですよね慣れ <laughs> ええー もう8年もやってたらそらいろんな人来ましたからねえいや慣れです慣れですいやー、はい、すごいですねはい、えー、すごいでしょもっとあがめたてまつってください僕も <laughs> そのけけ煙吹くぐらいあがめたてまつってください僕も村にご神体置けばいいですかねいや僕が置きに行きますから <laughs> <laughs> 寝ろよ よはい、違うよきれい, <laughs> いつまでいつまでわけわからん話をしとるんじゃいじゃあまあいきなり、ね、わけのわからない坊主たちに絡まれて怖かったってことではいはいあの、はい、うんそのなんかいろんな疑問が晴れないままですけども、まあ、あのまたあのトランスしてない時に来てください、はい、寝,て寝てください <laughs> は,ーいはいいよろしくお願いいたします。彼女の電話またこんな拾ったらダメなんでダメだね <laughs>。寝ますねます。はい、はい、よろしくお願いいたします。<laughs> はい失礼します。はい今回ちょっとあの聞いた話ではい。 あれなんですけど、うん、あのー、ま、あ何回か凸してるときに、ちょいちょい話に出してる、あの、見える友達の、<coughs> はい、えー、まあ、体験談っていうことで、うん、えっと、ま、あよくつるむ友人として、ま、あその見える友達と、えー、うん、一行部の先輩が、いるんですけど、はい。の二人が、なんか、まあ、 だいぶこう波長というか相性がいいのかわかんないんですけど2人揃うとなんかろくな目に遭わねんっていう話があって、はいはい、あのー、まあ見える友達単体でも全然そういうのは日常茶飯事らしいんですけど、はい、その一行上の先輩っていうのがそのまあ生まれ育った家っていうのがだいぶたまり場になってたらしくって結構感覚鋭いんで らしいんですねた、はいうん、まに、あ、場ってあの何て言うんですか、あのー、道が通ってるとかそんなんじゃないと思うんですけど、うん、な,なんでか知らないけど怪奇現象が起こってるっていうかそんな感じの家らしいっていう。でそこでまあ高校大学行くん大学行ったんかな専門家、うんうん、高校へ出てっていうぐらいまでこうずっとそこで過ごしてたんでまあ ある意味こうそういう波長に慣れてしまってるっていうそういう先輩だったんですけど、うん、まあその二人が揃うと、うん、まあなんかあるんですよね必ずと言っていい、うん、でまあその二人自身も結構あのー、まあ仲がよくって、うんあのー、もう本当に二人だけで 何できてんのあのお二人あの彼氏っていうぐらいにこう四六時中一緒にいたりとかっていう遊び方してて、うん、もうあのー、平日の夜中にいきなりバーベキューしようぜって言い始めてうん、うん、あのー、スーパーでお肉買い込んで自分たちであのー、バーベキューセット持って山に上がって、うん、もう2人だけで酒盛りしたりとか。うん あのー、山に上がってってなんかん探検してみたりとかそんなばっかりやってたらしいんですよね<ほ>一時ね。いうんで、まあ、まあ感覚の鋭い2人なんで大体そういう時でも何かしら見てるみたいなんですけどまあ、気にせずもうスルーしてっていうのを繰り返してたらしいんですけど。うんあのー <laughs> ま、これあの前にあの、なたさんに個人的にちょっと LINE した時にあの、この白い廃墟の話っていうのがあったんですけどそれに遭遇したのがその二人なんですよ、はい。へえ。であのー、もう本当になんで迷い込んだのかわかんない。で今となってはその全然場所を探しても地図でちょっと特定できないって言ってる場所で、うん。 あのー、まあ、この辺だったはずなんだよねっていうこう,うろ覚えな記憶でしか全然残ってないんですけど、うん、まあその時もなんかそのバーベキューする、まあ、2人でこうバーベキューしようぜっていう話で、うん、食材やら何やらをこう軽自動車に積んで山へ上がってたらしいんですよねいつもの山に。うんうんで まあ目的のキャンプ場、まあ、フリーになってるキャンプ場があるんですけどそこに目指して上がってたはずなのに、うん、なぜか見覚えのない林道に入ってったって言うんですよね、うん、その時は。で2人ともまあ談笑しながら道を走ってたもんで、うん、でも見知った道のはず っっていう認識だったんですけど、なんか開けたとこ出たと思ったら全然知らないとこだったって言うんですよねその時には。でまあちょっと開けたとこなもんであれここ違うな、いつものとこじゃねえぞってどこで間違えたんだろうとかって言いながら一旦車降りて周囲をちょっとこう見て回ることにしたらしいんですねその時ね。はい。 枯れ葉とか、あのー、折れた枝とかこう踏みしめながらこうザクザク上がっ探索して見てったら、うん、あのー、その林の向こう側に白い廃屋が見えたんですってね。うん、で結構大きい建物でまあ3階建ての鉄筋コンクリートの建屋かなんかでまあ、なんか施設があったっていうんですよ。うん、ただ あのーまあ、時間的にはまだそ,そこまでじゃなかったと思うんですけどもう19時か20時手前とかそんなもんだったと思うんですけど、うん、あのー、まあだいぶもうひも落ちて街灯もないんであのーうん、まあライトで照らしながらちょっとあなんかそれっぽい建物あるなっていう感じだったらしいんですけど、うん、あのちょっと興味本位で。 近づいててたんですってねその背奥に、はい、うんあこんなとこあったんだっていう話をしながら近づいてたらしいんですけどあのー、まあある程度の距離まで近づいた時にこう空気の質というかなんというかまあちょっとこう何て言うんですかそういう場所に入り込んだ時ってあの空気が変わるっていうんですよね。うん温度が下が下っていくのかそれとも 空気そのものの質が違うのかわかんないですけど、もう雰囲気はもうガラッと変わったっていう話をしてて、で、まあ、なんせそういうの、まあ、見える友人と感の鋭い先輩なもんで、うん、あこれまずいって、そこで2人硬直したんですけど、うん、あのー、まあ、どっちかかから来るわかんかんないんですね。あのそのそ建物から来るのか、それとも周りを、うん。 囲んでる林とかそういうい木から来るのか木,木の隙間とかそういうところから来るのかうんどっから来るんだろうっていうのがちょっとこう警戒してたらしいんですけど、はい、あのーまあそのまそ見える線見える友人はしばらく警戒してからこ,うもうこれは車戻った方がいいなって判断して先輩に呼びかけたらしいんですね。うん 先輩、ちょっとこれまずいと思うから下、下が戻ろうっていう話を声かけたんですよね。はい。そしたら先輩も、直立不動で一点を認めて、返事もろくにしない状態になっちゃってたらしいんですね、その時に。はい。どうしたおい。あそこも窓。 その友人も言われ促されてまだスッと見てったらまあ端的に言うと、まあ、そこにいたらしいんですね。<な>あのー、<は>人影というかなんというか。はい、まあ何て言うんでしょう,こうシルエットだけ見たらちょっと女性っぽいらしいんですけどただ髪が長いだけで性別なんか分かんないし。 もうなんか人の原型と呼んでいいのか分かんないですけどただただ長いシルエットがあのなんて言うんでしょう,こう3階の白いその廃屋の建屋のえ窓はこうまあちょっと学校みたいな窓って想像してもらったらいいと思うんですけどその窓に対して 上の方からもう真横から首が出てるんです、ね、んあのー、首、普通に首とかまあ多分なんて言うんでしょう。もうほんとに窓に対して直角に横から首がにょきっとのぞいてる状態。う<ん>うんんで、ん こちらを見下ろしててたっうん。で、すよねううんんでもうなんか先輩の方は、あのー、もう目が合っちゃってたのかなんだかわかんないですけど、金縛りみたいになってたらしくって、うん、あのー、もうまばたきもままならず、もうそ,その一言ボぼそっとつぶやいたきり、もう何にも反応しなくなっちゃったんですよね。うんでー その見える友人は先輩の様子を見てもう一回窓の方を見た時にちょっとその首だけ覗かせてたシルエットがこう外にこうはい出すような感じでこう出てきてたっていうんですなんか僕が聞いた感じなんかそれ「だるまがさんが転んだでもしてんの?」っていうような状態だったらしいんですけどこう交互に目をこう泳がして視線を変えた時に。 目を向けるたんびにこう出てきてるっていうのが何回か続いてたらしくって。ん目を向けるたんびにっていうか、<laughs> じゃあ見てるときってことですか、うん、そ,うですそうです、そうです。見てる時に動いてるんですか、ま、真,真横に先輩がいて、で、正面に建物があって、で、先輩の方右、あの、右かなうん、あの、横向いて、状態確認して、呼びかけて、 で、正面の建物の窓にまた目を向けてっていうのをこう交互に繰り返してこう視界から外れるたんびに出てきてる。出てくる部位が、部位というかこうシルエットがだん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 出てくる。窓から這い出してくる。っていう状態を何回か見てたらしくって、もうもうもう、あ、これはもう完全にもう気づかれてるし、こっち 近づいてくるからもうダメだここ行っちゃダメだっていう判断になってでもその友人の方は金縛りとか全然なってなかったのであのー、もうその先輩の腕を掴んでもう車の方に引っ張っていこうとしたんですよね、うん、そしたらもう先輩の方がもう腰抜かしちゃって <laughs>、うん あの腕掴んだ拍子にこうバランス崩してもうへ転げちゃったんですよね。うんうん、で立てない。もう力入んなくて立てない。なんかただただ目は離せないけどもう自力で歩けないっていう、うんうん、状態を見てもう担がなきゃいけないのかなって思ってた時に、うん、あのゾゾゾゾゾ ちょっとこうおかんがしたんだっていう話をその時しててで何かと思ってこうパッと後ろ見たらもう窓から這い出したそのシルエットっていうのがもう壁を這い寄り始めてたらしいんですね。うん、でまあ一応形はなんか人っぽい形らしいんですけどなんせもう手足がただ長くてもう気持ち悪くて。 もうおかんがひどくってやばいっっ逃げるぞ逃げるぞ逃げるぞっっ叫びながらもうその一向への先輩を担ぎ上げて車まで猛ダッシュしたらしいんですよ。うんまあ、よくそんなあの体格差ありそうな先輩を担げたなと思うんですけどまあ火事場のなんとやらっていう感じででもその友人がもう車もう 鍵は差しっぱなしになってたんで軽自動車にその先輩を放り込んで、うん、もうシートベルトもそこそこにもう鍵を回すんですけどやっぱまああのー、よく聞く定番じゃないですけどエンジンがなかなかかからないっていう、うん、でもうパニックになりながらも急げ急げ急げっていうのでもうバックミラー見るとなんかもう建物から出てきてもう道に降りてたらしいんですよね、うん うん、でもうまずいもうやらもうこれもどうなるか分かんないっていう切羽詰まった状態の時にようやっとエンジンがかかって、うん、あのもうその道も全然分かんないような林道をべた踏みしながら下ってったっていう話で結局まあうまく 負けたのか何なのかはまあ連れては帰ってこなかったとは言ってたんですけど後から思い返してもあの場所どう思い返しても地図で調べようと思ってもそこにたどり着けないもう一回行こうと思ってもなかなかもうそこに行けないっていうのをあの思い出しながらこう話してもらったっていう話でした。 でもしそれ、あのー、この辺っていうのを思い出せたら教えてって言,言ってはいてるんですけどいまだにちょっとそれがたどれなくってもしたどれたらかなたさんに是非突してもらいたいなと思ったところです、ね、んそんな山の中の廃墟の話でしたどこでしょうねっていうかいやーその友人<ど>行く山って大体限られてたのでうん まあ、まあちょっとこう山とか峠が連なってるうちのどれかだと思うんですけど、<う>まあ僕も、あの、グーグルアースとかそういうね、あの衛星のやつ、写真とかね、こう拡大して、たまにこう暇な時眺めてたりするんですけど、<う>なんていうんですか、結構入り組んだとこにあったっていう以外情報がないもんで、全然それらしい建物っていうのが見つけられてないんですよね。 うん、な何年ぐらい前の話ですかこれはこれ <laughs> そうっすねまだ弟が存命だった時なんで7年前ぐらいですかねうん,うんまだ全然新しい方じゃないかなとは思うんですけどその10 20年前に30年前とかそんな話じゃないのでうん,うんうん まあどこかね分かれば全然行、うんうん、くことも可能でしょうけどいやまあ正直あの怖いもの見たさで僕も行ってみたいんですけどう,ん,うん分からないって言われてしまってまあで大体この辺りっていうのでここあの教えていただければ探すこともできるかもしれないですからうん,うんだ大体この辺りは分かるんでしょ大体この辺りっていうのははい大体大体もう なんんていうんですか行くいう山とかそういうキャンプ場とかって決まってたので、うん、うん、だ大体いいこの辺りっていうのが分かれば、はい、だあのその大体のところを教えていただければ、探しますよまたちょっと LINE の方で、あのこの辺っていう、はい、まあ行きつけだったらキャンプ場とかも、まあ、あの地図情報もあると思うんで、うん、ちょっとそれはちょっとあとで送らせてもらおうかなと思います、ね。ははははいはい、はいいいよろししくお願いしますちょっとそんなあのー 不思議な廃墟じゃないね。不思議なっていうか怖いですよね、<の>出来事自体が。普通に多分遭遇したら怖いですし、多分パニックになるかなと思うんですけど、まあ、聞いた限りあり、へーってあのこうニヤニヤしながら聞いてたんで。ううん、<laughs> うん、なんでしょうね。こんな話ありがとうございます。 はい、はい、ありがとうございますは,はいまたよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいどうもですえっ、はい、と2か月ぐらい前の自分に起きた話をほ<う> <laughs> 今の職場って、うん、あのまあ大高の方まで行くんですけど大高って大高ってとこ大高駅っていうあの愛知県の職場がそこにあるんですけど、うん、そこに行って 帰りの時なんですけど、うん、大体1週間ぐらいかな、途中からなんか街灯が消えたりついたりっていうちょ時期があって、うんで、帰る時に街灯がチカチカしてたんですよ。うん、<laughs> で、なんだろうと思って、まあ、通り過ぎてるんですけど、まあ、なんかあったのかなみたいな、うん、なんていうの、あの、天球が切れかかってんのかなと思ったぐらいだったんですけど、うん、次の日には普通についてるんですよ。<う> その次の日は普通に全部ついてて、うん、その次の日になった時にあまた次の,あの街灯が何個かあるんですけどその次の街灯がチカチカしてるんですよ、うん、<coughs> だんだん駅の方に近づいていく感じで、うん、なんか変だなと思,い思ってて、うん、でゴールデンウィーク入った段階で駅の方の一番近い街灯がチカチカしてる、うん <coughs> 不気味だなと思ってたんですようん でゴールディンウィーク明けてからは普通に全部ついてたんですよ。で、まあ、自分の地元の駅まで着いた時に自分の,あの駅の真上にある街灯が消えてるんですよ。うん、でだん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 自分の帰る道の方向の街灯だけがどんどん消えてたんですよ。<laughs> <laughs> なんか嫌ね、うん、なんか2番もかもいわゆるメリーさんみたいな感じで、ね、だん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 家の方の街頭まで近づいてきてそれ,それに気づいた瞬間あっ,ってなりますよねそうそう、うん、自分の駅着いてやなんかなんかおかしいっていうのを気づいたんですよでだんだん,だん近家の方まで近づいてきてえー、っと確かこれが私が休みだったんで,で9日かな9日の5月9日ですねここ、うん、に 自分の家の前の街灯がずっと消えてたんですよ。も<う> <laughs> でも、なんか危ないかなと思って、と思ってたんですけど、あまりにも急激な眠気に襲われて、うん、もう窓を開けて、カーテン開けっぱなしで寝ちゃったんですよ。うん、でその時に意識はあるんですけど、体が動かなくって。うんうん で心臓がめちゃくちゃドク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 っていう音が耳元に聞こえる感じの鼓動がずっとしててで体中汗だくになってきましただんだ冷や汗っていうのかな、うん、で気付いたらもうあの急激的にその音がピャッと止まったんですよ、うん、ででも,でも体が動かないんですよ、うん、そしたらもうその段階ですねピタッと止まって数秒ぶしないぐらいのタイミングで あのすごい風が入ってきたと思ったら、うん、自分の首絞められまして<何>首を絞めるなんかが締めに来る感じで首絞められて手,手,手,手みたいな感覚そう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 ほんに手で思いっきり抑えられる感覚<え>でなんか上に乗ってるんですけど目開けても見えないんですよ、うん、驚いて、うん、でも目開けても見えないしすごい首絞められててそのまま意識失っちゃって、うん、で気づいたら朝だったんですけど、うん もう信じられななくて汗ひどっんかもうすごい汗だくでもう服がひどくって、うん、で <coughs> 久しぶりに起きてちょっとパニックになったんですけど、うん、まあそれで特に跡があったとかでもなく、うん、でフロアでもちょっとシャワー浴びたんですけど何、うん、ていうかその段階でもずっとなんか首元が違和感がある感じが。 で3日ほどそれが続いて首がなんか違和感があるっていう痛み鈍痛みたいな曲げにくいとかなんだろうあの首絞められた時の息しにくい感覚がちょくちょく<ー>なんか後遺症みたいな感じで3日ぐらい残ってて、ね、呼吸がちょっとしづらくなるみたいなそう,そう呼吸がしづらくって<ー>でもなんか閉まってるって感じじゃなく、うん、仕事にもちょっと影響はあったんですけど、うん、<laughs> そういった不思議な体験を これからもう起きてないんで、うん、なんかめちゃくちゃ久しぶりに起きたなという <laughs> 本当に2か月ぐらい前1か月前ぐらい、ね、ちち,ち,ちなみに <laughs> ナチュラルに地名言ったけどそれ大丈夫なの <laughs> うんまあ過去に放送とかでも 出してたんでで大丈夫ですなん愛知県なんでまあ、まあ、もうそれは伝えてあの言ってるぐらいなんで大丈夫かな大高ってすげえピンポイント言っちゃったけど大丈夫かな <laughs> それ職場の方向なんであ,別んであ,あそうえじゃあそれにあの付随してまあじゃあ今だったらか過去に何かがあったかなっていうふうなものを、まあ、考えたりはするじゃないですかなんですけど特にないんですよねそっち行ったの久しぶりなんあの全くなかったんで。 あえじゃあその職場の近くっていうのとは、ま、その職場っていうのはえっと初めてあいや全く職場がそっちに移動になったんで初めてそっちに行った<ー>だからそこに関連するようかは全くないんですよ、ね、えじゃあなん,かなんかす,すげえすごめの歓迎受けたって感じだと思うんですよね 1>, <laughs> 1年ぐらい経ってるんですけど2か月ぐらい前に急に来て。 あななるほどね<ー>なんかに目つけられたんかなっていう。にしてはちょっとねなんかこう近づいてくる感じっちゅうかなんかそういうようなものも <laughs> まあじ,じわじわじわ何日ぐらいかけてそのゴールデンウィークから9日の間の何日間かって感じ えと、起きたのは4月のほんと終わりぐらいなんでまあ、27とかぐらいかなとあじゃあ約10日か2週間ぐらいって感じかですね5月6月のまあ、10日ぐらいなんで9日が9か10休みだった時に来たんでちょっとずつちょっとずつあれそう。なんか近づいてきてねえか<れ>みたいな<う>ことああ<の><ー>なんかだん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 家に来る感じのような。 電話かかってきたら完全にメイリーさんみたいな感じなんですけど私メリーって、まあ、<う>メリーメリーだったらいいことはないけど <laughs> それがなん,なんかなんかあれは久しぶりにやられましたね油断してたっていうのもあるんだろうけどえ,えじゃあそ,そのほらもう大概こう昔喋ってた話とかもあるけど うん、もう67年ぶりぐらいじゃないですか,かうんぐ、うん、<そ>らいですねその,その間は何もなかったんですかまあ声は聞こえるけどは多分気よりあるぐらいであああそれはまあ前の職場なんでなん,なんかそのなんかそういやなんか最後らへん何かそ最近そんなになんか見ることも感じることもなくなったみたいな話してましたよね あのもうあれ,あれがあの人のあるなんだっけトメちゃんのおかげで見えなくなったんですけど <laughs> 目がねやられた目やられてっていうね急に、ね、んかすごい違和感っていうのは感じたりはするんですけどあの人って連絡取ってる最近してないですねなんか怖い話とかあったりするたまにそのつながりで連絡をすることはあるけど多分もっともうしてないですね全然もう45年のぐらい もう多分それ以上立ってるじゃないですかねだよね、はい、いやほら俺俺がそ,のそこで空なのってほらあの俺のウドサスの話で出てくるさあのあの人と、はい、もうま,まあいいかエミューさんっていうね <laughs> とレオパ君が枠でなんか話してて俺たまたま気になって枠行ったら俺の話してたじゃん。しましたね。<laughs> 何の話してたかも覚えてないんですけどなんかと、うん、いかだからほら、お俺がさ。 ちゃんが俺ん家に来てで俺になんかいたずらみたいなようなことやってて「いやカンさんめちゃめちゃ焦ってたのよね」「ははっ」つって「えそんなことあるんですか?」みたいなような話してたじゃないしましたね、うん、で俺がほんとたまたま俺枠いごめんねまああれだけど <laughs> 枠基本的にオスしかしてなかったじゃない、はい、<laughs> だから <laughs>、はい、オス押す見てもなっていうとか別に枠行くことなかったけどなんか妙に気になっていってそして何の話してんのって言って であの下りの辺りから俺も完全に見なくなったのよああはい私、うん、うん、あんまこっちも来なかったですからねとあのない限りは友人から聞いたりとか <laughs> そうだよねなんか最近友人もあのはまないぐらい忙しくてまあねちょっとこのまあこの状況中がいうかもう <laughs> この状況この状況このご時世って言いながらもう232年ぐらい経っちゃいましたからね。経ちましたね。だからちょっとこう今までこう絡んできた人たちともちょっとね <laughs> あの疎遠中かあんまり連絡もたらないまあ通話とかだったらあるかもしれないけどネット上とかでもなんかしらちょっと気が引けるみたいな感じでねなっちゃってる時事もあったから <laughs>、うん、あそうかそうかないのかいや気になってたんだよあの人生きてんのかなって最後の方様子おかしかったからね。 えっと私いや違う向こうーあのートメちゃんが撮れたって写真送ってきてから連絡がないのあそうでその時からなんか僕私なんかちょっと取り込まれてるのかなーみたいななん,かなんか変なこと言ってたからなんか私が知ってる限り最後のはあの人の、うん、トウメちゃんの話なんですけどそうそうよね あれはなんかもあの神神になったみたたみいなこと言ってまし神社とかにいるような狐様みたいな感じのランクになったとは最後聞いてますね。なね俺もなんかそんな話聞いた気がするわ。<laughs> おだいぶ様子がおかしくなったぞって思いながら。<laughs> うん、でもまあそれそマジかもって思うぐらいの俺はちょっと食らっちゃったからね。 あの過去で,ですよね行ったっていう話はそうそうあの頃楽しかったけど怖かったんだよねうとさしの話するときはりょうぼくの話に絶対なるからあなるんですかなるなるだってほら今のくだりの話をしちゃうからああなるほどうん、とさしは正直言ってあのー、見れないんですよねまあ見ない方がいいでしょうね <laughs> でも今見たとてなんじゃないの <え>今見たななんじゃあの映像をチラッとたまに YouTube 行った時チラッと流れる時があって、うん、それでもなんか気持ち悪くなるんですよあそうかまあそ当時から言ってましたからね <laughs> あれはね見てると多分倒れますね私いやまあそれ以外でも やばいってだから渦中,中っていうか別に渦中にいたわけじゃないけどあの当時にがっつりちょっと若干関わっちゃった人だからね玲花、はい、君はねええいやでも久々に声聞きてよかったわもう本当に久しぶりに起きたんで話そうと思ってたんですけどなかなかですね時間が合わなくてまあまあね確かにねなんか <laughs> なんか忙しそうだもんね確かにね帰ってきてき あのお風呂入ってご飯食べたらもう寝る時間みたいな <laughs> <laughs> なかなかになかなかなサイクルのなんかきついサイクルのね仕事なのかなって感じはしますけど機械で2時間かかりますからね <laughs> <laughs> いや通勤時間が長いときついからね,ね<ー>今日休みで、うん あのたまたま YouTube の方を見たら <coughs>「今日やる」って言ってたんでじゃあ今日は起きたの2か月ぐらい前だけどやろうと思ってまあでもちょっとい1か月だ1か月前だね1か月前で起きたのは完全に起きたのは1か月前です、ね、ち,ょでちょうど1か月前だねほぼほぼそうですはいだからまあ一応ねまだまだ1か月だからね そう <laughs> 階段の階段のスパンって結構数ヶ月なんうのはザラだからね <laughs> また来たらどうしようかなと思ってるんですよそうそうだね話したら来るとかたまにあるんでうん、ね、そうだよねだから家バレしてるわけじゃんもうもう完全に家の目の前の街灯消えてました <laughs> 家バレしたっていうことはまたなんかありえるかもしれないそのレオパの名前の由来になったあのレオパレスぐらいの勢いって何か起こるかもしれないっていう。<laughs> あるかもしれないからあれは自分があの時まだ見えてて慣れてる時期だったっていうのもあるんでうーんちょっと <laughs> ちょっとじゃあ今の状昔の状況と今の状況違うっていうところでの恐怖感覚もだいぶ変わってるんだろうねそうですねもう本当に見えないんで逆にうんうんうん 見えてればまあなんとなくみたいな感じはあるんですけど見えないんで今、うん、全くた思って <laughs> <laughs> あ、まあその感覚のその感覚から打ち出す、まあ、話っていうのも今までとはまたちょっと違うんだろうね逆に今、うん、<laughs> 昔のことを思い返してみたらえやばいことあったなーって感覚にもなるかもしれないしねあのはいあの一番やばいのは一つあってこれカンナ田さんのおかで一回話してるやつが。 あそうなんだあのどこかに行ってなんか持って帰ってくるっていう話を過去にしてるんですよあ,あれはなんかあのエミューさんとかの人たちが言うには生きてるのが珍しいぐらい本当に危険なやつだと <laughs> <ん> <laughs> 今でも生きてるんですけど収集癖は治ってないみたいで見えないだけで <laughs> っていうことなのかなそうそう どうななんかなただあの私はそこに行けなかったんで行ったら多分この子にいないんでなんか今昔の話をするっていうのもそちょっとそれはそれで面白いかもしんないけど今、うん、今ん今違う今,今現在じゃなくて<ー>このそ,そういう状況になってる今昔体験した話を思い返して話してみたりっていうのも面白いかもしんないから知らない人もいるだろうしまた行って 昔話した話でもよかったらね話に来ていただければと思いますけどね覚えてるかなうん何か思い出しながらとかでもいいしあの昔の動画漁るのでもいいし、ね、<laughs> 昔結構喋ってたんで昔の動画いっぱい残ってはいるんですよね話してるのが、うん、だからそれと自分が思い出してるのと話したと食い違いが出ると思うんですけどうんまあなんかそこはそこでなんかこう経験の経験値が そうで起こった出来事みたいなパー100%同じでなければならないってこともないしまあ,、まあなんとあまあ、忘れてるのもあるんでんなんか格の部分だけ変わらなければそれはそれでいいのかなっていう感じはあるんで <laughs> まあ期間向いたらはい昔のね、時間があ,そうだ、ね、あっても会えば確かにねあんまり、はい、休み合わないっていうんだったら <laughs> なかなか凸にもね来れないでしょうし今日はたまたまだったんでうんうん、うん ああしこれはちょうど起きてたんでちょっとだから今,今後も若干気にはなりますけど <laughs> まあ,あちょっと展開も楽しみにはできないけれどちょっと何かしらまだねあ,りあったりとかこまごましたもんとかでも全然いいしタイミングがあればぜひ または時期が時間があればよろしくお願いしますはいはいありがとうございますや久しぶり良かったありがとうございます元気そうでいや元気ですよ元気ですけど疲れ忙しいそうお疲れではあるんでまたまたはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますお疲れ様ではいどうもです普段過ごしてる日常の中ですね。 えー、仕事からプライベートまでさまざまな環境あると思うんですが、うん、こう何気なく通う道なりにふと違和感を覚えて、うん、まあそれがおのずと恐怖感に変わることって皆様あると思うんですけどもこの話沖縄県南部に住む加盟で古源さんという40代の男性から伺った話なんですよ、うんはい。お話を伺うためにスケジュール調整して待ち合わせして、うん、とある喫茶店に行って。 先ににい物を注文して待ったんんですね。うん、あこんにちは、どうもフルゲンです」って言いながら喫茶店の扉を開けて入ってきたのが、うん、サラリーマン風なスーツを身につけたフルゲンさんご本人で慌てて来たのかもうハンカチで汗拭きながら店内に入ってくるんです、はい、で席に着いて縫い物を注文するんですね、うん、で最初対応もない会話してでコーヒー飲み干した後、フルゲンさんが深く深呼吸をした後に、うん、ゆっくり話し,話し始めたんです、はい 今から約15年ほど前に当時働いていた建築会社で現場作業員として大きな現場で毎日忙しい日々過ごしたという話をしるヘルゲンさんなんですけども、うん、とある年の夏に珍しく小さな現場に派遣されたということで、うん、まあこれかなり楽できるなって思ってで最初の現場の入りから勢いよく作業に入ったらしいんです。はい 沖縄県の夏って日差しがとってもそういうこともあって、まあ、なるべくこまめに水分補給とかトイレ休憩取ったらしいんですけどもはい、はい、同僚と一緒にコーヒーを買いに行く途中で気になる場所があるっていう同僚が古源さんに、うんうん、ちょっと少し見に行かんかって言ってきたらしいんです、うん、嫌がる古源さんですがしつこい道路の誘いに挿すようにしぶしぶついてたらしいんですね、はい、でその場所っていうのが現場から数十メートル離れた先にある 民家の野菜畑で,、うん、でその畑の奥の方に見える1箇所に何かが山積みにされたものがブルーシートに覆われているのが見えたそうなんです、うん、であそこを指差しながら古ン,、うん、ン,ンさんに同僚が「うん、おいあれ見えるかよーく見とけよ」って言うわけです。うん、で近くに落ちてる小石手に取って、うん、その畑の奥にあるブルーシートを見かけて投げるんです、うん、えー、お前何やってるる見らられたらどうするかよ。 止め落とするフルイエンさんを無視して何回も何回も声をしにあげるんです、うん、そしたらどこからともなく「お母さんおじいちゃん」ってかすかに女性が叫ぶような声が聞こえて、うん、で同僚がその声聞こえた瞬間にフルイエンさんに「おりお前今の聞こえただろこれどこから聞こえてると思うか」っていうわけです、うん、でその後もひたすら「お母さんおじいちゃん」たん です古源、うん、さんがなんか妙な雰囲気感じ取って「いやもういいからやめろよもう誰か見られたらどうする」って言ってでこの同僚の意味不明な行動に不快感を覚えて、うん、でそのまま現場に戻ろうと足を踏み出す時に遠くの方から自転車を漕ぐような音がし始めて、うん、でその音の数方向に体を向けても自転車に乗る人物もどこにもいない様子に古源さん不安に駆られて「えー、もういいから早く現場戻らんと」って言いながらパッと振り返ったら同僚が「 ニヤニヤしながら畑の中に入ろうとしたらしいんです、うん、でまさかの行動に驚きながら急いで同様に掴みかかって畑からバーンって引っ張り出そうとした瞬間に、うん、ゴンゴーゴン畑の奥の方から何かが揺れるような音がするらしいんですよ、はい、で恐る恐るその畑の奥の方に目を向けると先ほど見かけた何かが山積みにされたブルーシートが、うん、上下左右に激しく動いてるらしいんですよ、うん でそれに踊れたフルゲンさんを動揺して回り目立ちながら同僚の目をバッて掴んで,で早くこの場去ろうかなと思った時に同僚が急にボソッてこう言うんですあれよなんか埋められてるはずですよほらんといけんよな腕だらーんってしながらつぶやく同僚の目がうつろで視点が合ってないんですただひたすらニヤニヤしててでその様子に踊れたフルゲンさんが掴んだ手を一瞬離した瞬間にものすごい勢いで両腕を振り乱しながら「お母さん!」 おじいちゃん帰ってきたよ!」って言いながらボロボロなり始めるんですよ。うん、あんまりにもおかしい行動に古源さん同僚の頬をバーン殴り倒してで気を失った同僚を担いで急いで現場に戻ったらしいんです。うん、で事の事情を現場監督に話した後にその日そのまま同僚を病院に連れていくことになったそうなんですよ。うん、で翌日から現場にいつもと変わらず出勤してきた同僚の姿があったそうなんです,あったそうなんですけども。うん プレゼンさんはそのことがきっかけでどうしても引っかかって現場から外してほしいって会社に訴えてこの会社にはもう行ってられないなと思ってでその月いっぱいで退職したそうなんですであの畑のあのブルーシートの中身一体何が覆われたのかなって気になってで同僚が何であの気候に走ったのかなっていうのが気になるんですよねで今でも不思議で仕方がないって話するーレンさんですが その後前職となるこの会社へ連絡取る機会があって、はい、どうしても気になって、うん、今度元同僚のことについて聞いてみたそうなんです、うん、実はあの後しばらくしてから現場の同じ作業員を何回も連れて行って同じような行動を起こすっていうのが頻繁にあったそうでほうほうでまともに仕事ができない状態になって会社側から解雇されてるんですね「うん、あの後あいつどうなってるかわからないんですよねで」そう話すウルレンさんどことなく悲しそうな顔をしたのが 今でも鮮明に覚えてるそんなお話でございました以上です蓄積というお話でしたありがとうございました全くそのブルーシートの何かしらが原因なのかその土地なのか、うん、そこまでは見てないんですもんねそうですね意味不明ということで古いレンさん自身は <laughs> <laughs> うーんなんかその沖縄特有の何かしらっていうところに付随するものがあったりするのかすらも取っかかりも何もわからないんですかね。おそらくそうだと思いますね。ああ。いやなんかその沖縄ってやっぱ独特じゃないですか。はいだからなんかそこに例えばですけどなんかでもでも沖縄でないか。 浮滝とかっていうところとかもぶっ壊したりっていう過去はあったんですよね多分昔ですけど。あこれもなんかいろいろ言われてる場所があったりするそうで、うん、やっぱりあのその現場にどうしても建てないといけないもうどうしてもその工事に入らないといけないっていうことで、うん、なんか壊したり別に移したりとかっていうのがある場所もあるそうで,、うん、でそれによって何かが起きてるのか っていうのはだから、はい、何かしらその神聖な場所だったりちょっと本当は立ち入っちゃいけないような場所にそういった人工的なものを作っちゃったという過去があっての、はい、う出来事だったりするのかもしくはそのその方のう何かしらとのみに。 起こった出来事何かしらのそのものがあっちゃったみたいなような話ありますけどそういう系統のものなのかでしかわかんないですよね、うん、もう,そそう想像するしかないですもんねそうですね想像の範疇にしか過ぎないんですけどもしかしたら以前からこのような行動を取ってたっ 可能性もありますし今かしらかきっかけの可能性もありますし、ね、その方が今どこで何をしてるかが全くわからないんであれば理由も聞けないですしそれを目の当たりにして結局同じような行動をしてどっか行っちゃったっていうようなことだったら、うん、もうそれまでですもんね。そうですね古堅 <laughs> さん自身もそこから離れて違う職に就かれてると思うので、うんうん、今どうなってるかってところですね。キナの南部かはい 南部ね南,南の方っていったらなんかいろいろとこのああいうところもあるなみたいな想像しますけどなん <laughs> <laughs> なんかな,なんか本当に立ちなんかここ本当に行っていいのかなみたいなような場所が多いからそうなんですよね、うん、結構全国的に流しれてるスポットってやっぱ沖縄はちょこちょこあると思うんですけど、うん、なんか実はそういうところのように見えないけども、うん、あの何かしら いわくとか意味というか、そういうのが。あるんだよっていう場所が。結構ちらほらあったりしてて。うん,う,んう,んうん、うん、うん。自分たちもわからないんですよね。地元の人に聞かないと。そうですよね。はい。あ、それこそ、この間、本当、オフラインで聞いたお話で、沖縄のお話があったんですけど。はい。ちょっと <laughs>。マジかっていうのなんですけど <laughs> <ー>。<laughs> あの、な、人なくなっちゃってるんですけど。はい。あの。 そんなもん絶対に防御できるはずがないっていうおそらくなんですけど、はい、その修学旅行とかそういったような場所でよく行く観光地ってあるじゃないですか、はい、そそこで起こってることがあって、えー、まだちょっと表に出せないんですけどいつかまとめるんですが今の話とかもそうだしこの、はい、行っていい場所って本来はされている場所だし。 もちろんそ何かしらの工事をするとか現場だったりすると行かかざるを得なないい場所じゃないですか、はい、そこでそんなことなっちゃったらっていうのが、うん、ちょっとやっぱもちろんその本州だとか北海道いろんなところ、まあ、日本はね島国ですからいろんなところあるでしょうしいろんな文化があるんでしょうけど、はい、ちょっとその起動スイッチが全くわからないっていうところがやっぱなんかちょっとあのー。 おそううだなっていう気す、ね、するんですよね土地がとなんか場所が場所だけにみたいなようなものもあるんだけど普通にね暮らしてらっしゃる方々もいらっしゃいますしそういうとこじゃないっていうのは認識としてはもちろん頭の中にもあるんですけどす、ね、はいあのだ,だからこそここはちゃんとっていう風な感じで祀ってあったりだとかきちんと、ねあのー、してある場所がやっぱりいっぱいあるのかなっていうのででもそれ以外でも何かしらほら ノラじゃないですけど <laughs>、はい、手をつけられてないような場所でも実際そういう場所があるってなっちゃうと、うん、もうそれ以上分かりようがないしそれをその方が食らっちゃったんであればもう見えないもう地雷ですよね。です何、ね、か何かしらその同僚の方が関わりあるっていうのが数パーセントもあるんであれば、うん、まあその本人の,の 可能性本人の原因の可能性ってあると思うんですけどもそういうのが全くもう意図せずに出てくるってなるとこの古典さんも防ぎようがないですしそうなんですよね <laughs> そういう感じの場所がねなんかこう人知れず残ってたりするのかなっていう恐怖のようなものはちょっと感じますよね。はい、そうですねあー いやだ、なんかその現場仕事とかだったら、なんか、ね、あの力仕事して、夜は酒飲んで。よし、寝て、よ、仕事だみたいな、もう二日のまま仕事だみたいな、屈強な方々が多いようなイメージがあるんですけど。そういう、ね、どんな人間かなんて、あんま関係ないんだろうな、その中身っていうのは。ですかね。いや、ありがとうございます。あい,いえ、こちらこそ、貴重な人をいただきました。いや、とんでもない、またよろしくお願いいたします。こちらこそ、よろしくお願いいたします。はい。 ありがとうございます。失礼いたします。はい、この間、病院のお話させていただいたと思うんですけど、この間っていうか、さ一番最初の時かな、突。ああ、あの、えっと、あれね、あの全部あ<の>起こったことが否定されていくやつですね。そう,そうですね。で、<laughs> あの、塩対応されるやつですね。<laughs> <laughs> ですよね。うんうん。えっと、それから、 何年後かに僕が入院した時に体験した話なんですけど、はいはいはい。えっと、もう病院はその、この間話した場所からちょっと移転しちゃったんですね。はい。あまあ同じ病院なんですけど、はい、あのまあきれになった病院だったんですけど、うん、と僕、えっとね、趣味でスノーボードやってまして、<laughs> で、仲間と行った時に、仲間が、 あのまだ、まあ、ろくに滑れないやつだったんですけど、はい、そいつに突っ込まれて大怪我しちゃったんですよね、うん、あの肩をあのじん,なんだっけ人体断裂しちゃってうん鎖骨が浮くようなあの普通に入れられない脱臼しちゃって、うん、でし入院して手術って形になったんですけど、はい でその時に、ちょっと体験したんですけど、手術があ、入院が決まって、うん、えと入院して2日後に、えーと、手術って形だったんですね。入院した日は特に何にもなく、うんうんと えー、手術前に1日、えー、なんていうんですか、断食をしなくちゃいけなくてですね、うん、その時に、あのー、まあ、かなさん、入院されたことってありますかもう、ガンガンしました。あ一<あ> 1>, <laughs> 1年いました、病院に <laughs> <あ>。<laughs> <laughs> えー、嫌ですけどね、もう。 断食すると胃の中空にしなきゃいけない行為があるって言えばわかりますか。で、そういう行為を受けて、まあ、その日の、えっと、夕方に、うんあの、僕の向かいのベッドのとこに、幼馴染がいた、幼馴染っていうか、まあ、小学校の時の同級生がいたんですね。ははい、はい でまあ、ちょこっとその子と話して、うん、それでいよいよ翌日手術だっつって、手術を受けて、うん、まあ無事終わりまして、うん、それで、まああのうん、下の方の管とかそういうのも麻酔が冷めたら外してほしいっつって、外してもらったりして、うん、で夜、あのー、消灯時間が来た時に、うん 部屋の中にうめき声が聞こえたんですよ。はい、で外科の患者しかいない病室だったんで、はい、うめき声上げるような大けがしてる人いたかなと思ったんですね。はい、で、まあよ、その日もうるさくて寝れなくって、うん、で家から持ってきてた小説、あのベッドのとこにほら個人でつけられるような電気があるじゃないですか。 あ、なんて言うんだろう。あ、なんか、あの、感染症明みたいなこと、ね、そう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 ス。スポットですよね、それけは,いはい。そう、蹴って、あの、本読んでたんですけど、朝、も朝ってか明け方までもうずっとそのうめき声が聞こえて、はい。で、朝になったらピタッと止まったんですよ。ああ結構な、結構長いこと <laughs> うめい、うめいてましたね。<laughs> そうですね。うん、で、 朝、看護婦さんに、はい、あのうめき声がうるさくて寝れなかったって言ったら、はい、うめき声なんてあげる人いないけど、そんな重病人いないよって言われて、<ー>それで、あそうですかと思って、で、またその日、普通に過ごしてて、昼間は。それで、また、えっとあ、ごめんなさい、えっと、術後3日間入院してくださいって形だったんですね。はいはい 2で、えっと、二日目の夜に、またうめき声が聞こえ始めて、<coughs> うん、で、また朝まで寝れない状況になっちゃいまして、はい、2で二日目の、あ、2日目ですえっとあ、ごめんなさい、えー、入院最終日の日に、また看護師さんに朝言ったら、幻聴、はい、じゃないのって言われたんですね。 麻酔はもう冷めてるわけだし、抜けてるわけだし、天敵、うん、で変なもん打ってるわけでもないわけじゃないですかまあまあまあ、うん。<laughs> で、だから、もうそれで、ちょっと、あのその日の朝の、なんだっけ、担当医があのや、結果見に来てくれるっていうことで、うん、それで、 まあそのどうみたいな、様子はどうみたいな話してる時に、うん、もうちょっと耐えきれなかったんで、はい、申し訳ないんですけど、退院させてくださいって、早めに。うん、で、うん、そしたら、まあ、一応はなあの、なんでって聞かれたんで、そのうめき声もそうだし、うん、っていう話で、体こう、う余計悪くしちゃうから入院してて,て。そしたらちょっと うんまあ、使用対応はなかったですけど、変なこと、有効だなみたいな顔では見られてたんですけど、はい、まあいいよっていうんで、退院その日の午前中にさせてもらえたんですね。ほ<う>で、まあ、あのまた通院して、手術、あ手術じゃない、通院してプレートを抜くときが決まったらっていうまでは、通院してくださいって話だったんで。うんうん で、えっと、退院の時に親に迎えに来てもらったら、あの下のロビーに、あのさっきと違う同級生がいたんですよ。うん、それであ、入院してたのって話になって、であの完全に完治したら、お祝いしてあげるよって言われて、うん、その約束をして、うんでまあ、プレート抜くまでの間、通院して。はい でプレートを抜くって決まったんですけど、またその時あの全身麻酔で手術、<laughs> でもう、その入院した時の体験あの、断食の時の行為とか、そういうのも嫌だったし、うん、あのうめき声の件もあったんで、うんあの、我慢するから部分麻酔でプレート外してもらえませんかって言ったんですね。はい、で 痛いけど長い時間になっちゃうけど大丈夫って言われたから「いやもう痛いの方がいいです」って言って部分麻酔でプレート抜いたんですよ。うん、でまあでもなんか意識ある中でいろいろこうほらね全身麻酔で聞こえてないものが聞けてあんで楽しみながらちょっとありが M かないやそういうわけじゃないんですけど何 <laughs> か。 メスとか最初するのはほらテレビの通りこり聞くんですけどそのうちなんかドライバーとかえ <laughs> ドライバー使うのとか, <laughs> なんか面白くなってきちゃって <laughs> まあまあね聞ける世界じゃないですからねなかなかね,そうそうねでなんか鏡に反射,反射してて僕の体の中っていうか骨の部分が見えてたりとか <laughs> なんか<い>まあだからんかそれで痛いのもなんか なんとかなったでですねうん、うん、で終わって、うん、で完全にもうプレートもなくて、うん、で三角筋も,もうしなくて大丈夫な状態になって、うん、そのロビーで会った友達に治ったよって言ったらお祝いしてくれたんですねその時結構仲間、うん、10人ぐらい呼んでくれたんですけど、はい、でその時にま,あ、まだほら、うん 抜死が終わってないんでの、お酒飲めないんですけど、うん、まあ、そんで、飲んでるやつもいれば、僕みたいにご飯だけ食べてみたいな感じで話してる時に、うん、まあ、その病院で会ったこととか話したんですよ。はい。そしたら、その中で、あ、そういえば、あの珍しいやついたよって僕が話したんですね。うん、で、誰って言うから、その、 あのー、ごめんなさい、えーと、入院してすぐに、向かいのベッドのとこに見舞いに来てた、あの小学校の時の同級生っていうのが、アイくんっていうんですけど、うん、そうアイくんがね、いたんだよねって言ったら、うん、そこでみんな顔色が変わったんですけど、うん、え、アイくん、そんなわけないよって言われて、うん、あいつ、高校の時に死んでるよ <え>で僕、入院したのってもう30代半ばだったんで、うん、だから高校の時に死んでる人にまあ会うわけがないじゃないですか、はい、普通に考えれば、うんうん、でも、人違いじゃないみたいなこと言われたんだけどいやいや、向こうも気づいあのアクアオじゃんって気づいて話しかけてきたから。うん そんなことはないよって言ったら、うん、いや、麻酔が、麻酔がまだあれじゃねえの、冷めてないからじゃないとかっていうやつもいたんですけど、うん、いや手術前だから、<laughs> 麻酔もクソもないんだよって言ったら、<笑><笑>うん、いや、そんなわけないじゃんって言ったらあの、この間話した S っていうやつもいたんですね、そこに。あ例の、あの、城下島まで。 ってていう話に出きでそいつがく君と家が近いんですね。<S <ー> <S で S も退院祝いの時に来てたんで <S,、うんうん、<S, S に「え本当にそうなの?」って聞いたら「うん、あ,あ俺葬式行ってる」って。 だから本当だよって言われて、うん、で、I 君と S の家の同じ町内のやつらはみんな参列してたんですか、参列してたらしくって、うん、その参列してた何人かも、その退院祝いにいたんで、うん、本当にって口裏合わせてないよねって言ったら、いや、本当、本当、うん。え 何で亡くなったのって聞いたら、うん、お父さんが作った借金をお父さんが逃げちゃってでそいつが長男なんで無理くり背負わされたような感じでもう我慢で我慢で耐えきれなくって自宅で自殺しちゃったんだ。え高校生でそうですね。 で僕、アくんとは小学校の時は遊んでたんですけど、はいで、同じ中学に行ったんですけど、中学になると、あのいろんな小学校のところからこう人が集まるから、まあ、学区がね、広がりますからね。そうですねで友達がこう変わるっていうか、うんあの、中学でできた友達とアくんは仲良くなっちゃったんで、もう、小学校あ、まあ、中学入ってからアくんと。 廊下であってもぐはいはいはいだから高校入っちゃう,もう高校はみんなバラバラの高校行ってるんであ<ー>分からないんですよね,そううねどそういう状況だったかとじゃあもう中学時代あたりからちょっと疎遠になってきてもう高校だったらもう連絡もね高校違うとなかなかどういう状況になってるのかってのは分かんないっちゃ分かんないかだからその高校の時に亡くなったっていうのは僕の耳には届いてなくてで その別の,あの,その葬儀に参列してなかったやつらも、後で聞いたらしくって、なんか僕がその中で一番最後にその話聞いたような状態だったんですよね。うんうん、で、うちの母親に、あ,あ、ごめんなさい、えー、っとねあ、実家に行った時に、うちの母親が、はいうん、そういやさ、愛く君って、 高校の時に亡くなったの知ってたって言われて、うん、いや、それ、こないだの退院祝いで聞いたんだけど、知ってたのって聞いたら、うんと、私は知ってたんだけど、あれ言わなかったっけみたいな感じで、うんうん、母親から、母親のほうが実は先に知ってたっていうのもあったんですけど。いやまあ、そういうのはあるんじゃないですか。うん、だから。あんまり誰がれ誰が,れが亡くなったみたいなようなものとかって、 そんなにこう話題にうはしたくないじゃないですか。んですね。うん、まあ、確かにそういう状況はあると思う、た、はい、多分。まあ、あの、そう、まあ、愛くんの家と実家って、まあ、離れてはいるんですけど、そんなに遠くもないんで、うん、で、まあ、あの町内、町内っていうほど町内ではなかったんで、うん、あのうちの母親の方が先に知って。 てたのかなっていう感じではあると思うんですだからわ、うん、その病院であったうめき声は何だったのかそれとも愛くんな何,何,何なんだろうなみたいなまあ別件かもしれないですしね、うん、<laughs> うめき声とかは分、ね、かんないですけど、あのー、僕が退院する時に、うん、向かいのおじさんに アイくんとしって、アイ君がお見舞いに来てた人だったんで、はい、一応その人にはあの退院するからって挨拶したんですよ。はいはい、で、その時きに、アイくん、君また来たらよろしく言っといてくださいって言ったら、うん、そのおじさん、ポカーンとしてたんですね。うん、誰 って顔してたんですけど<ん>その時は僕は何にも思わなかったんですけど<ん>その友人たちに「いや亡くなったあいつは高校の時死んでるよ」って聞いた後に「<ん>えじゃああのポカーンっていうのはもしかして見えてなかったからそのおじさんには見えてなくて<ん>こいつ何言ってんだっていうポカーンなのかなっていう。 話ですまあもう,こう確実にそう他人のそれにではなくて声をかけてるわけですからねはい、あ、交わしてるわけですもんね、はあ、向こうから「アクワオじゃんって言ってきたのもあったんでうんうん。ふふ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 ふ ですね、怖いっていうあれではないですけどちょっと不思議な体験かなっていうその病院ってはいあのインターホンが移り変わるあの病院じゃないですよねが移転したああなるほどまた土地は違うんだ土地が、えー、とそんな離れてないんですけどちょっと<ー>もうちょっと まあ、山側って山ってほど山ではないですけど、うん、もうちょっと内陸側に入ったかなっていう感じですね。<laughs> そうかまあ、女まあ、場所は違うけども、同じ病院で起こってはいるんですね。そうですね。あ<ー>まあ。でも、若干の使用対応もありつつの。<laughs> 軽めの使用対応。 何言ってんだこいつみたいな感じ,、ね、感じではありましたのあ,のあの時はね、荒塩でしたからね。そうですね。<laughs> <laughs> まあ,あれは本当に、あの菅さんも言ってましたけど、<laughs> こいつどっから入ってきたんだっていうのは。あれは本当、まあ、言う通り荒塩でした確かに、ね。まあ、今のところ、ごま塩ぐらいの。<laughs> そうですね。あの、今回入院という形を取った。そうですよね。<laughs> はい。 あれはね入院じゃなくてつ、あのー、お見舞いですからねお見舞いっていうか急用されてのものですからねなぜ呼ばれたんだって一徳<ー>でもないのにっていうやつでしたからいやでもちょっとなんか同じなが病院だその病院移転したってっていうようなものもねあったりしますから、えー、結局そのなんか病院ってなんでこんなにいろんなものが起こるんだろうってなんか話になった時に、はいあのー、もちろんそ土地 だとかはい、はい、もちろん生死が関わってくるところだから亡くなる方も多いですしそういった何かしらもあるんだろうっていう話もあったんですけどその病院だからその,おっしゃってその病院関連の方がおっしゃってたのが、はい、その病院をバーンって建てますってなった時に、はい、じゃ全部が新品で導入するのかい っってやっぱななるじゃないですかもちろん機材その機械とかああいうのとかは新品だったり、うん、まあもちろんその前の病院から移したものもあったりするんでしょうし、うん、なんならその系列のところから持ってきた例えばストレッチャーだとか車椅子だとかベッドみたいなようなものっていうのも新調しているものもあればもちろん、まあ、レンタルみたいなものもあるって言ってたかな。 ほ他の古いものももちろんあったりするそうなんで。うん、中古とはですよね。松葉杖とかも、僕、最近借りたことあり、あ最近でもないなまあ昔借りたことありますけど、うん、これって前の病院、前の時に使ってるまんまのもんじゃないのとかっていうのも、やっぱりありますからね。 うん、よく考えたらやっぱこう病院とかってやっぱちょっとこうなかなかけ病院が普通に経営なんでね、うん、潰れちゃう時代ですし時代っちゅうか昔からなのかもしれないけど、うんうん、大きい病院とかも潰れちゃったりしますからそうです、ね、やっぱ経営的にはなかなかね切り詰めたりとかする部分もあるんだろうし、うん、多分そういうとこで切り詰めてっていうか再利用中か、うん、安いものを安く古いものも多分ある,あるんだろうと。 親になんであの病院移転したのって聞いたら、うん、多分老朽化じゃないかなっていうあれだったんですよねえでも老朽化ってあ,あうん実際その昔今,今新しいやつでしょ今全然綺麗でじゃないきれいっうか、んうん、その前にそのインタ移動するインターホンの裏側にも旧 病院みたいなのあったんでしょ、木造のあ、えっとあ。えっと、インターホンが移動する建物は、えっと、なんていうんです普通のこん鉄筋。その木造裏かの裏か、裏っ側にああ。裏側木造じゃなくて、<あ>裏側も鉄筋っていうか、もう古びた団地みたいな病棟だったんです。あそうなんだ。 こちょっとこう、建物の塗装とかも剥がれてて、こなんていう暗がりにそれがドーンってあると怖いっていう感じのイメージの建物だったんですけど。それ新しいの建てたわけでしょ、はい、また新しいの建ってるんですね、じゃあね。そうですね。結構頻繁に建てるんだな。うん、なんか。 なぜそこに移転したのかはわかんないですけどなん,かそうそうなんかありそうですよねそうですよね普及家っていうほど古いかなと思いましたけど <laughs> 僕なんかうんまあ230年も経ったらひょっとしたらねまああるかもしれないけどうん,うん,なんかいろいろ勘ぐっちゃいますよねですねえー そこに建て直してんじゃなくて移転してるっていうのもなんでそこに移転してんのって、まあ土地があったからなんだとは思うんですけど。う,んう,んうん、うーん。でよくわかんないのがんこ、数年前ぐらいにその病院の近くにさらにでっかい病院建ってんのもよくわかんなかったんですけどね。あ、そうなんですかそうなんですよ。へえ<ー>。で、隣の町行けばまた。 あのでかいのが、あのこの間、かなたさんにほらあのスカイプのメッセージっていうか、あれで、うん、ほら、藤沢じゃないけど、ここにこういうのあるんですよってもらったじゃないですか。えーとーっと、言わない方がいい場所のあれ。あそこの町にもでかいの2軒あ2、2つ病院あるんで。だから <laughs> なんだかしないけど、この周辺、病院すごい多いんですよ、ね。<laughs> ああ、そうなんだね。そんなに病院って建てる必要あるのかなっていうぐらいあるんですよね。まあ、どうなんでしょうね、そこら辺が何かしら、こうちょっとこういろいろと政治が絡んでたりすることもあるのかもしれないですし。そうですね、うん、わかんないけど、うん まあ、とりあえずその<ー>同じ病院名のとこで場所は違うけど体験した話でした。いや、まあ、ちょっとねもうな,なんでなんてことはもう分かんないですしょでもなんかひょっとしたらそこでもしかして運ばれてたかもなっていうのもありますよね。あまあでも高校時代だったらだいぶ前になるから、うん、その昔の。 はい、病院だったんでしょうけど、はい、もしかしたらそれをね、<で>まあ,あどのぐらいで切り替わったんだっけな、高校の時ってもう俺が入院したことあったのかな、分かんないですけど、ど<う>でも病院は同じだと思うんですよね、その当時はそこしかなかったんで、うん、うちの,あの町,町っていうか、うん、町には大きい病院ってそこしかなかったんで、うん、もうひょっとしたら、時を経て、 まあ絶対にねその人と会ったりしたら話には出てくるでしょうし何、うん、かしらこう声をかけたかったのかなって思えばまあねあ。あとは向かいのおじさんは何の関係だったのっていうのも名前言って分かってないってことは何の関係もない人なのかなとかあるんじゃない、うん うんさね、考えればいろんなのが出てくるんですけど。いやーありがとうございます。はい。すみません。まあ <laughs> そんな話でしたいえいえ、また何かありましたらよろしくお願いします。はい。あの、はい、いろいろお話集めてますんで。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> はい。はい。すみません。どうもありがとうございます。はい。ありがとうございます。失礼します。はい。 僕のお客さんにパウロさんという方がいるんですけど、はい、えーとイタリア系の移民の方で,、うん、で彼はイタリアンレストランを自営で経営されているんですね、はい、で彼の店を、えー、と2週間に1回僕がメンテナンスでお仕事で入らせてもらってるんですけど、はいえー、そこでちょっとパウロさんにちょっと訳の分からない話を聞いたんです。 彼のお店っていうのは、えー、1990年代の違う1900年の初めあたりの物件をリノベーションして、うんうん、まあ綺麗にやり直してそのヨーロッパのレストラン風に建て直した店なんですけど、はい、まあ基本的にそのお店が建物自体が古いので、うん、メンテナンスが大変で。 まあ、プロの手に任したいことで仕事もらったんですけど、はい、でもお店のそのデザイン自体は,自体はすごくあのおしゃれで、うん、厨房が真まんあまあ中にありまして、うん、その周りを L 字型にカウンターで囲んでましてはいで厨房がちょっと,、えー、とお客さんのいるホールよりも一段低くなってるんですよ、うん、でお客さんが座った目線とその厨房に立っている パウロさんとかキッチンのスタッフの目線がちょうど合うようになってるんですね。うんうん、でまあすご繁盛してる店なんですけど、はいえっと、ある日ですねメンテナンスに入らせてもらったらそのキッチンの入り口が、うん、その L 字のカウンターの端と端にあるんですよ。1>, はい、1個はその奥の、えっと、洗い場とかがあるスタッフしか入れない強口と、うん、そのキッチンに入る。 ちょっとした入り口にスイングドアがついてて、はい、でもう1個はそのホールのお客様のところにキッチンから出入りできるように入り口がついてるんですけどキッチンで作業しようと思って僕入ろうとしたら、うん、そのキッチンの一段下に降りる入り口のところにあのこっちでミルクボックスっていうんですけど、はい、一辺が4 0ンチでできた立方体のプラスチックの箱があるんですよ。はい それあのこっち牛乳のレギュラーサイズが2リッターのプラスチックのボトルになってるんですけどはい、はい、それがちょうど9本入るんですよ。うんでまあ牛乳に限らずジュースとかドレッシングとかソース系はまあそういうボトルに入ってるんですけど、うん、そういうのを取り扱ってる業者はそのボックスに9本入れて、うん、通い箱みたいな感じでそれをまあ 使ってデリバリーしてまた辛いになったら返してもらってっていう感じでその箱を利用してるんですねああこっちでいうのなんか酒屋のなんかこうあのああいう酒入れたりなんか醤油入れたりみたいな,ようなものですねそうですいわゆるね、はい、そうですねはい、はい、でもうあのレストランで働いてる人とかにとったらそれはあの逆さまにしたら椅子になるんでちょっとしたあ<ー>で外に持って行ってタバコ吸う時とか、まあ、それ使ったりちょっと高いとこ のものを取ときとかそれひっくり返して足場にしたりするんですよ。でですね、そんな箱がですね、キッチンの入り口に2段重ねで横に3列、なんで入り口に6個ずつ、入り口2つにだから6個6個でにこう積まれてたんですよ。<はい S 2> そのキッチンに誰も入れないようにですね。はいはい何これと思って、うん まあ建物が古いんで、まあ、ネズミか何か出て、まあ、キッチンにその害虫が入らないようにバリケードみたいなことをしてるんかなと思って。うん、で、パウロさんに聞いてみたんですよ。うん、で、そこでパウロさんが言ったのは、うちの店にモブが出るって言うんですよ。モブモブですね、はいでな何。何言ってるのよ、こいつと思って。<laughs> うん、でよくよく話を聞いてみたら、 まあ、ある日、えっと、すごく忙しい日があって、はい、でランジタイムに結構まあお客さんが入ったんですけど、うん、自分がそのオーダーをこてないのにウーバーイーズのデリバリーの人が結構その注文を取りに来たらしいんですよ。うん、でこっちはそのデバイスに注文が入れば、うん、その注文を許可しますっていうボタンを押して初めてそのやり取りが開始するんですけど。うんうん 自分が許可を押してないのにもう勝手にいろんな注文が許可されてたみたいで、うん、それでドライバーが次々来まして、うん、それでその日のランチタイムがすごくなんかパニックになったみたいなんですね<ー>でまあシステム上のトラブルやろうと思って、うん、それはまあランチタイムだけで再起動したらディナーではまは正常に動いたみたいなんです、うんで えっとその日ディナーの営業も終わりましてかなり疲れ切った状態で後片付けをしてたみたいなんですけど、うん、でちょっと翌日の仕込みもやっておこうと思ってスタッフを全員帰らせてから 1>,、うん、1人残って仕込み作業してたみたいなんですけど、はい、でその日スタッフがそのフライヤーのオイルを交換してくれてて、うん、その交換した俳優を、うん。 ちょっと小さめの寸胴に入れて、うん、で冷めきるまで動かしたら危ないのでうん、うん、その逆さにしたミルクボックスの上に寸胴を置いてですね、うん、キッチンのちょっと入り口の近くにそれを置いてたみたいなんですよ、うん、でそこにですねなんかすごくぼやーっとしてたみたいなんですけど、うん、なんか体の端々がなんか消えそうに見えたらしいんですけど <ん>昔の日本の足のない幽霊みたいなほうそ,うそういうのがふらーっと現れてほ<う>そのキッチンの中に入ってこようとしたらしいんですほ<う>そこにそのオイルを変えた寸胴が置かれてたので、うん、その幽霊らしいものがその入り口から入るのをすごく入りづらくしてたみたいなんですよ、うん、<laughs> ほ<う>で 反対側の何も置いてない入り口にわざわざ回ってですね、はあ、ふらーっと来て、はあ、基地の中に入ってきてでパウロさんのことを何も気に留めずに、はあ、パウロさんから1メートルぐらい離れたカウンターでなんか斜め下の方向を見ながらなんかうつむき加減でボーっとしてるらしいんですよ、うん、<laughs> ずっといるんだでなんかなんかボソボソ言ってるみたいで、はあ なんか「うー」とか「うおー」とか言ってるらしいんですよ。うん、で初めはもうすごく怖かったみたいなんですけど、うん、いつも陽気なパウロさんはなんか次第にちょっと慣れてきましてその状況にも。うん、で「へい言う」と「うん、お前は何をしたいんだ」ってあの質問したらしいんですけど、うん、その質問に全く答えることなくその動作も何も。 やることなくっていうか、まあうん、手がちょうど肘の先からだんだん透明になっていっててはい、はい、何かしたそうなんですけどその体の端がないのでなんか何もできないみたいなパウロさんから見たらすごく何かしたいけど何もできないなんか寂しそうな感じに感じたらしいんですよ。うん、<laughs> でですね、まあ、まあ何もできないんで。うん これは俺が今日はちょっと特別に変な忙しい日だったから、うん、もうめちゃ疲れてるのに違いないから、うん、早く終わらせて、うん、まあ気にせず帰ろうっていうことで、うん、まあその日は帰ったらしいんですよ。はい、で次の日は疲れた分残ってるんで、まあ、絶対早く帰ろうっていうことになって後、うん、片付けと次の日の仕込みは自分の信頼するスタッフに任せて、うん 帰ったらしいんですよはい、はい、でもその次の日に現場に行くとそのスタッフがすごく慌てた感じでその話をしてきましてですね、うんまあ、パウロさんとなんか同じような体験をしたみたいで、はい、キッチンに変なのが出ると、うん、でその時もなんか足元にいろいろ食材とか空箱とかをまあ乱雑に置いてたみたいなんですけど。うん どうも、それはなんか、こうやって入りにくく、そう、入りにくいような感じに見えたらしいんですね、うん、キッチンの中に、うん。で、えっと、もしかしたら、物を高く詰め、積んで、うん、壁にしてしまえば、そいつはキッチンの中に入ってこれないんじゃないかって、うん、そう、二人で話して決まったみたいなんですよ、うん。で、 あの本当はそのミルクボックスって業者さんに返さないといけないんですけどはい、はい、ミルクボックスをですね6個ずつ入り口にそれぞれ積んでですね <laughs>、はあ、バリゲードにして作業したらやっぱり来なくなったらしいんですよ。はあ、でまあ「モブ」って言ってたのは何でモブなのかなって聞いたんですけど、はあ、まあこっち小学校とかで、うん。 授業の,あのプログラミングの勉強するために、はい、マインクラフトを使ってるんですよ。えー、はいはい。あっ元を作ったりだんだん<で>そんなとこんどうなのかなそうですね。なんかいろいろと。で、うん、まあパウルその息子もその家とか学校でマインクラフトをやってるのを見て、うん、まあ自分もいろいろ知ってて、うん、そのマインクラフトに出てくるそのゾンビとかモンスターっていうのがひとますのものは飛び越えてこれるんですけど。うん 目の前に2つブロックを積んだらそれ超えてこれないだと <laughs> <laughs> あでも確かに2つ積まれてるような状況ではあるわけですよねその時もはい、はい、そうなんですお油油,油か寸胴とミルクボックスだから2つ分のブロックかな、ね、<laughs> 感覚的には <laughs>、ね、<laughs> はい <laughs> でまあその時は片一方の入り口がフリーだったんでまあそっちから入ってきたのでうん まあその同じ高さのバリケードを今度両方に置くようにしたんですね。で条件がそのマインクラフトと一緒なんで、うん。でまあ彼が言ったモブっていうのはそのマインクラフトのモブとまあ行動のパターンが一緒なんで。<laughs> <laughs> まあそう名付けたみたいなんですけど。へえ。でまあこの間作業入らせてもらったのが2週間前なんで。はい。えっと今週ですかねまた行くんですけど、はい。 ちょっとまた同じことやってんのかなと思って楽しみにしてるんですけどそういう話を聞きましたっていう感じですいやなんかその障害物を認識してるうですね律儀だなスってこれそうなもんだけどでもやっぱなんかこう人間のせい、まあ、人間ですからねおそらく元ね幽霊だったとしても。そうですね はい、だからそこに何かしらがあったりしたらあ通れないってなんかなるんですかねもしくは本当に通れないのかです、ね、なんかすり抜けられるやつもいるって聞くこともありますしなんかいろんなパターンあるんですかねでもなんか人元人間のそういったようなものがあるとしたらやっぱりこう幽霊って人間だなって思いますよね。<laughs> う壁があったりあと <laughs> 女風呂に入れないっていう。 かなんか,なんかにすごい人間味はやっぱ残ってんだなって気がしますよね <laughs> う<ん>そこで確かに、うん、はいか国が違えだからオーストラリアでも海外でもやっぱそうっていうことは根本その宗教観だとか習慣文化みたいなものが違ったとしても根本的なところ根っこは一緒なのかな <で>うんかもわかんないですね。はい、ねこんな話聞くと思っちゃいますけどね。うんはい、次行ったらうものもうすごいなんか別のなんかちゃんと壁作ってるかもしれないですか <laughs> 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 ねなんか変化があったら面白いんですけど。ねちょっと、はい、か来週また行った時に何かしら面白い面白い変化というか、はいうん、なんか別の話もねそこで飛び出してきちゃうかもしれないですけど。 そうですね。うん、何、はい、かありましたら、またぜひお願いします。はい、わかりましたは。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい,しはい、はい。